今このゲーム実況ゲームスタート。あー、ただいまー。はい、ではこちらのコースやっていきたいと思います。今このゲーム実況さんに送る騙しコース、実はこれ777人記念の時のトロール生配信で応募してもらったコースなんですけど、作り直しましたっていうんで別のコース送ってもらったんですけど、前のコースもダウンロードしてあったのでやりたいなと思っていたのでやっていきます。遊ぶ。あ、なんだ、サムネのこと言おうと思ったのに、サムネのポテトくんみたいなジャガイモくんって勝手に私が呼んでるんですけど、可愛いですね。やっていきます。はい、これは片栗粉が、あの片栗粉は罠？いや、取れなかった。私がポンコツだっただけかもしれない。じゃあこれは叩くよ。叩いて、じゃあ左に逃げる。あ、いや、ちょ、あれ違うな、ちょっと待って、逃げたのにここに来たぞ。ちょっと待って、片栗粉はそもそも取れるの？あ、普通に取れた片栗粉。これはじゃあ叩いてジャンプ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 、あ、出た、とりあえず大丈夫だ。あー、ちょっと待って、全然進めてないよ。いくよ、叩いて、じゃあちょっと待って、タイミングをよく見て、はやで、オッケー、とりあえず避けた。で、今はとりあえず、あれ？あ、よかった。で、もういい？あれ？これ、え、なにこれ？え？これ永遠の拷問なの？いや、これ生配信でやるんじゃなくてよかったよ。生配信でやってたら、永遠にバイブレーションの呪いにかかっているところだったけど、よし、入って。これで？もはや中間が欲しいけど。怪しくない？いや、じゃあ、帰って、あれは怪しくない。帰って、左に進む。違うね！いや、じゃあ、何かくれる？くれない？大丈夫だった、意外と。で、じゃあ、これは、ふんむ。あ、違った！あれ？あれ？何？あ、そこ爆破してくれるの？あ、ありがとう。で、じゃあ、そっちでいいのかな？はいや。あ、あれ？ちょっと待って、これ絶対違うやつ、絶対違うやつ、笑われてる。はい、ただいま。そしたら、落ち着きを持って、落ち着きを持って、はい、で、こうなって、こうなって、あ、進めない。ということは、じゃあ、この音符が切れるのを待つ。これね、またね、音符切れた瞬間に、ツガーンって来るといけないから、落ち着く。大丈夫だった。で、入る？ちゃ、ちゃ。はい、はい。え、なにこれ？あ、ちょ、いち早く逃げたよ。意味ない？勝ったー！はい、ただいま。じゃあこれ、この辺が大丈夫ってこと？ここ、あ、来た。この辺でも確か片栗粉が来てるだけで大丈夫だった。はい。で、片栗粉で、え、で、この後、あ、で、ドアに入るんじゃないな。あ、で、こっちでいいのかな？こっち。で、これ、おっと、ちいないけど。どこに行くの？戻るの？いや、そっち？え、戻るのかな？どっちだろう？じゃ、これ叩いて、いや、じゃ、これ、あえていて平気なんだと思う。あえて、ここにいる！やはりね、今のはちょっと良かったよ。あれ？あれ？あれ？あ、こっち合ってる？ヒュースタ。あ、大丈夫、合ってる。で、これは、これどうする？ちっちゃくなるのがあるけど、行く、このまま。ダメ？ダメ？ダメ？中間見えてるのに、うーん、ちっちゃくなるか迷ったんだよ。なんとかいけない？ダメだね。はい、ただいま。そしたらここでちゃんとスリムな体になって、で、このままトタタタタタタタ、はーい、オッケー。あ、 USA だ。チャチャチャン、よーし、 USA 好き。なんか掘るとこないよね。大丈夫だよね。で、はい、ほー、これは怖いな。え、叩く？ダメだ、危ない。え、じゃあこれは叩かない？え、何を信じたらいいの？え、え、ちょっと待って、怖くて叩けなくなっちゃった。え、この後、どこの話？イエーイ。ちょっと待って、これどこを叩かなきゃいけないの？いや、それともあえてツタとかに捕まってみる？ここも×って書いてあるから、じゃあここだけ叩いてみる？はい、ってやると、はい、あ、音符が変わった。なんか一応じゃあしゃがんでてみようかな。関係あるかな？え、音符が、おー、ちゃ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 、え、なにこれ。あ、一応抜け出せる、よかった。え、抜け出せるけど怒ってる、怒ってる。え、私はどうしたらよかったの？どうしたらよかったの？え、いいよ、このまま行くよ。どうしたらよかったの？はい、これは、耐久、あれ
出し直したのかな。よし、ようやく来れた。で、ここでこの後は、あれ永遠にこれなの、終わんないの。あ、よかった、終わった。で、あー、こういうタイプか。あれ、じゃあ上結局謎のまま。はい、では今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。この動画少しでも楽しんでいただけたらチャンネル登録してもらえるととっても嬉しいです。ではバイバーイ、またねー。すごい、完全に思考が読まれてるんだけど、なんでブラックパックンさんあんなぴったりに来るの。いくよ、せーの、はい。でジャンプ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 、ちょ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 、これ逃げられないの、逃げられないの、逃げられないの。すごいさ、完全に思考が読まれてるんだけど、なんで私の行動がそんなに分かったの。いくよ、叩いてジャンプ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 。あれ、ブラックパックンさんはいつ来るの。あ、くれ、あ、ちょっと、ま、何やってんの。ちなみにこれ取れる？あ、取れた。はぁ、危ない、危なかった。で、これは戻るとどうなってた。あ、戻る、あ、そっかそっか、それは戻れないわ、いつがあったわ。あ、ちゃんとこうなってたんだ。これはじゃあ、ちなみにギリギリで、ギリギリで叩くと、よーし。で、これもギリギリで叩くと、よーし。で、これは進むようなでしょ。で、この後どうだったっけな。で、この後、はいってなんとか、あ、いけたいけた。このままじゃ回避もできる。さあ、じゃあこのまま進むと、え、どうする、登ってみる。いや、違うな。待って待って、よかった。はいやで、よし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 、じゃあこっちルートもあるんだ。で、これはどこまで、あれ、大丈夫、なんか異次元の世界に来たよ。どこまで一緒に行くんだろう。何もなくて、それはそれで不安になっちゃう。ねえねえ、どこまで一緒に行くの？このままです。あ、いけるこれ。はいや！あー！右にサムネが！あー！悲しみ！